問題意識ってやっぱり人によって違うからこうそれをみんなに理解してもらうっていうことはすごい難しいことだなと思うんだけどなんか自分自身の場合にそのどういうふうにそこを工夫したかとかって何かあります僕の場合はもう本当に現場で行われてることを、うん、まあ具体的になるべく具体的に噛み砕いてもう目の前でその起きてる情景がもう見えるかのような状況であのもう一例でもいいから多分そんな、うん、あの 含んだ言い方をせずにもう一人のあくまで一人の例を詳しく書くみたいな、うん、あのやり方はすごい効果的だなと思ってて、うんまあ、例えば僕の場合は高が外国人だっ外国人労働者に対する、うん、その職場の現場での差別の事例を取り上げてこんなことがあるんだよみたいなのをで 1,、えっと、1パラグラフぐらいを使ってそこでまあ その目を、あの、教授の目をキャッチするみたいな意図を持って、そこらそのパラグラフを最初らへんに入れたりっていうことはしましたね。なるほどね。OK です。わかりました。まあ、そういうのがちょっとあったりとか、あとは、例えば、そうだな、まあ、それは問題発見で、こう、なんか、そこの論証の部分とか、なんか、それってとごく一部の話なんじゃないのとか、全体どうなのとかっていう部分だったりとか、あとか、解決策、あんまりこう、極端に走ってもよくないから、なんか、その、なんて言うんだろう、 その政治思想に偏ってる人ってさなんかその思想が全ての答えだからなんかそれ以外の答えって言わないじゃないですかそうじゃないと割とこう実務家として現実的な答えを出してるんだみたいなことを分かるようにこう、えー、と書く方法とかその辺ってどうでしたそうですねやっぱりその自分で答えを分かってる問題を教授にアピールしてもじゃあやればってことで終わっちゃうので、うん、の自分が本当に届きそうで届かないんだみたいなあの 今、こういうことをやってるんだけど、こういう壁にぶち当たったんだみたいなエピソードが1個あったりとか、そういう明確な自分が、自分とその問題解決に対する、その、あい隙間の何かっていうのが言語化できればできるほど、そこに SFC っていう、まあその SFC って何にでも擬態できるんですよね。もうどんなことでも研究できるから、そこの隙間がをちゃんと説明できれば、もう SFC をそこに。 そこに SFC が必要なんですっていうストンっていう理論がバッと落ちるんでその隙間がいかに説明できるか、うん、だから SFC が必要不可欠なんですってロジックを作るのはすごい大事だよねだから逆にこれあんまりそれ SFC 必要ないよねって話になっちゃうとさなんかこう やりようがないんじゃん <laughs>。っていうところはあったりとか。うん、で、結局 SLC 必要っていうのが、この人単に受験勉強したくないだけなんだなとか、なんか楽に受かりたいだけの人なんだなとかさ、そういうふうに思われると結構きついから、実は AO で通ってる子も、まあ多分一般受けても通っただろうなっていう子も結構多いんですよ。その受験勉強から逃げたわけじゃなくて、まあもともと能力が高い人は青たがりしてるみたいな感覚だから、その受験勉強苦手な人の救済措置じゃないんですよね、SLC の AO って。 やっぱりそこはすごく、やっぱりこう、考えていかなきゃいけないところだなっていうのは思いました。うん。まあそういうストンって落ちるような形でやっていくところですね。